電車俺この前乗ってて、はいはい、六本木駅の日比谷線のホームを利用してて、うん、で電車待ってたのよ、うん、でそしたらホームのさギリギリのところでさ、うん、立ってるおじさんっているじゃん、地下鉄のなんかその交通を安全警備員みたいな、ああ警備員さんいるね、いるじゃん警備の格好されて、うん、はい、あの人のがさ、うん、めちゃくちゃ声でかくてさ、お普通だったら白線の内側にお下げくださいね、うん、いらっしゃいいらっしゃいみたいな感じじゃん、うん、いらっしゃい、ちょっとそこのお客さん危ないですよ、うん、みたいな感じなんだけど、うん、そこの本当に六本木の日比谷線のホームのおじさんは、うん、危ないよ、危ないよ、高圧的だな、危ないよ、本当かよ、本当本当にマジで言ってほしい、いや怖いな、めちゃくちゃ何もしてないの本当にへってなるじゃん。でも本当にちょっとだけ踏んでたりもしててももうそこの人、いやそこの人おいそこの人ってお客様だろ、いやお客さんでもお客さんって言わないの、そこの人危ないから下がってよ、いやそんな言い方ねっちょりでかいね、ねっちょりでかい本当に、であの本当にアナウンスで、うん、アナウンスとかでさもう間もなくみたいな、はい、間もなく電車が来ますみたいな、もうそのまんま言うんだけど、うん、そのトーンで言うの、そのテンションで言うの、え何が、あのもう注意とか、もう間もなくですよ聞こえるよ、もう間もなく来ますよってカミングスーン2回言われてもね本当に聞いてるからこっちは、だから一番ケツなのか一番前なのかちょっと忘れ、多分一番ケツの方にいる、一番端っこにいる、車両の真ん中にいたらもうとんでもないことになるから、そうかそうか、一番ケツの方で注意してるんだけど多分一番先まで絶対聞こえてる、すげえでかいね、そう柔軟車両あるうちの全部行けるんだもんね、そう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 、すごいね、もうまあ天職ではあるね、天職ではあると思う、でそ片方のホームにはいないんだ、片方のホームには全然静かだった、いやそっちこっちだけすごい盛り上がり、まあでもそっちのチームもできるぐらいのねボリューム、いやそうそう反対側の人いやそこまで2人分給料払える、いやぐらいのテンションだった、びっくりした、面白い本当に、で一番ピークを迎えるのがやっぱり一番注意したいのが、うん、やっぱあのドア閉まりますもん、そうだね、電車が来てドア閉まるときが一番危ないもんね、うん、すごいドアがドアがっつって、ドアがもう閉まりますから早く乗ってください、早く早く乗ってください、もう間もなくですよって言うんだけど、もう間もなくですよ、すごく空いてんの、空いてんの大丈夫じゃない、全然こうなってんならまだめちゃくちゃ空いてる、大丈夫大丈夫、平日のお昼もっと静かに過ごしたいよ、全然乗り切ってるし、全然乗り込む気配もない、なんだよそれ走り込んでくる人もいない、すごいね、全開でやってんだね、もう本当にね、本当に言ってほしい、マジで嘘じゃないから、そうかそうか、ものすごいテンションのおじさんいるから、真面目なんだろうねきっとね、真面目なんだろうね、しっかりお仕事しようっていうね、うん。